イナバニュースの時間です。はい、皆さんこんにちは、イナバです。今日は神戸海浜店にあるものを探しにやってきたんだ。あれを見てくれ、湾岸線だ。すごいな、湾岸線、ハイウェイが整ってる。かっこいいハイウェイでした。かっこいいだろ。早速行こうか。先ほど運を足の裏につけてしまったぜ。イナバ運増量。なんだこれは、リンプと対面だぜ。こんなところでリンプと再会したぜ。うお、こんなところにイクラッキーがいるじゃないか。イクラッキー久しぶりだな。おえタマちゃん、坂口タマミ、タマちゃんと一緒だぜ。いい名前だ。まだまだ巨大なモニュメントだ。いやいやいや、名前ないんかい。この名前誰か教えてほしいな。多分軍艦のエビフードサラワット、シーフードサラーニャ、シーフードサラオ、シーフード好きよ、シーフード大好きよ。どれかだろう。おー、来た！サーモンキー！ウッキー！久しぶり、サーモンキー！お、来たぜ！クラキチー！クラキチーはどっかで一緒に登場したね。お、無天丸！でっけぇ！でかいぜ！お、こんなとこにクララが！あの、問題にも出てたクララ！いやすごいな、神戸深井浜！入り口からすごいぜ！今回紹介するのは、実はこれじゃないんだ。早速、店内に入っていこうか。では、入っていこう。店内に入ってきました。今回紹介するのはこちらだ。ビッグラポンハイウェイ。ビッグラポンハイウェイ、まさに高速道路。実はこのビッグラポンハイウェイ、全国の中でここにしかないスペシャルなビッグラポンなんだ。今日は俺の力を使って特別にこのビッグラポン5、お皿を入れればすぐに当たるように設定したぜ。これからビッグラポン5をビッグラポンが連続で流れてくるし、これを特別に見せてあげましょう。いやビッグラポンハイウェイすごかったな。みんなも近くに来た時にはぜひ寄ってくれよな。そしてこの動画良ければ高評価、チャンネル登録もよろしく。ここまでは178こと稲川がお送りしました。いやいや、ではまた。